今日も各地でかなり冷え込みましたが、明日もさらに寒くなりそうですね。もっと寒くなりそうですね。はい、はい、気温はどのようになっていきますでしょうか。はい、上空にこの冬一番の寒気が流れ込んできています、はい、ちょうど今この時間から入ってきてるんですね、はい、その様子ご覧ください。今19時なんですけども、動かしていきますと明日日曜日にかけてどんどんと下がってきている様子が見て取れるかと思います、はい、でこれは時間を止めてね、ちょっと図を変えてみますと、明日12時の段階で、マイナス6度、これ雨か雪かっていった時に平地で雪になる温度なんですけども、西日本をすっぽり覆うような、状況になってますよね、はい、ということは明日は、まあ、降るとすればもう雪というところが多いというぐらいの寒気が入ってきますので、気温もあまり上がりません、はい、明日朝6時からの動きなんですけども、西日本方面沿岸部でも5度以下、ちょっと内陸の方に入ると氷点下なんですけども、日中になっても気温上がるところというのは関東エリアぐらいで、その他のところは今日に比べてだいぶ低くなりますね、はい、ということでまとめてみますと、明日の天気は日本海側を中心に雪、太平洋側は晴れるんですが、気温は最高気温が一桁台ですよね、2桁10度を超えるのは東京のみで、ほとんどのところが1桁、広島とか金沢、こういったところでは5度にも到達しないということですし、北海道札幌など、こういったところは最高気温が氷点下ということで、真冬日の1日ということになりそうですね、はいはい、これに風が加わりますので、非常に厳しい寒さになると思われます、はい、体調など崩さないようにしっかりと防寒を行っていただければと思います。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。